会の相談研究会の方を始めさせていただきます。よろしくお願いします。いつも通り何か困ったことあったらヘルプオンライン、まあ、皆さん対面なんで大丈夫だと思うんですけど、ヘルプオンラインの方で連絡お願いします。はい、本日のスケジュールこのようになっております。ついに待ちに待ったコンテスト第1回目の発表となっております。予定していた卒プロに関しましてはまた後日あの日を改めて行っておりますので、まあ、そちらの詳細決まりましたらご連絡もさせていただきます。で本日コンテスト発表が、3限4限の前半ともにあります。で、その後に、最後にコンテストの導入ということで、まあ、後半あと3週間ほどコンテスト丸2が始まりますので、そちらの導入の方を先生のよりさせていただきます。はい、それではコンテスト丸1の発表に移っていきたいんですが、本日は撮影の方入っているので、まず先生の方よりコンテストの趣旨説明ということで、20分程度お話しいただく予定となっております。はい、でそれは終わり次第発表の方移っていきます。発表時間は各チーム10分以内でお願いします。で、質疑応答に関しては 2,3 分、まあ、2,3 問の質問に答えていただくぐらいの想定をしております。で3班発表後にまた休憩を15分取って3班の発表に移っていきます。はい、このような流れになっております。何か質問ある方いらっしゃいますか？大丈夫です。はい、それでは先生より、はい、はい、ご苦労様です。で今日は発表ということですね。あの SFC の研究会ゼミというのは通常のキャンパスの研究会とは違って、学期単位のワークショップ、今日は、まあ、通常は大学3年生の時に誰かの先生のゼミに入って3年4年通して指導、一つのゼミで指導を受けて卒業論文を書いて卒業するというふうなのが一般的な研修、まあ、理工学部の場合なんかはそれが4年生の時の研究室の1年間ということで、ところが、まあ、SSC はこのシステムの教育システムの最大の特徴である研究会が半期で時間を終わるワークショップの形式ですね。続けて取れば何学期でも何年間でも一緒に取れる、あるいは同じ学期に2つあるいは3つの研究会を同時に並行して取ることができる、まあ、多様な専門がいっぱいあるから、そういうふうにして研究会を通して先生方のスキルや知識を組み合わせて何か自分なりの新しいイノベーションを作ろうというのが、まあ、SFC の趣旨だということになります。まあ、研究会の運営の立場からすると毎学期に新しい人が入ってくるということで若干のメンバーの入れ替わりがあるということがあります。そうすると、まあ、前から行くと新しく来た人の、まあ、ギャップがというふうなことがありますので、それをまあ埋めるというふうな趣旨で毎学期にテーマを決めて、コンペ、ビジネスコンペ、ビタリティコンペというふうな小グループに分けた、まあ、コンテストをやっていくということになります。企業と組むことなり地方自治体と組むということもありましたけれども、今学期に関しては実験的な手法になるものというためのコンペにしています。課題として与えたのは非常に古典的な心理尺度構成ですけれども、SARS という KS5 という方法で尺度構成をしてもらうというのが今回の趣旨でありました。で課題を確認すると、SARS の一対角、一対角法っていろいろなのあのシェペの方法と解法があるんですけれども、今回は SARS のいろいろな課題がある中の KS5 という一番よく使われるパターンだと思いますけれども、それを理解する。で、自分たちで勉強会をして理解してもらおうということですね。で、実験をしてもらうんですけれども、どういうふうな実験をするか、尺度の性質というのは好ましさで決めるのか、あるいは好き嫌いで決めるのか、他の心理上で決めるのか、それを決めて、実験を計画する。一対比較というのは2つの実験刺激を提示して、そのどちらかが好きか嫌いか該当するかというふうな、当てはまるかというふうな心理量を測定をするというふうな実験です。 SFC に言うと調査をする機会は多いんだけれども、案外実験をすることが少ないということで、今回は実験をしてもらおうということを企画をします。最近のまあ卒
表論文の傾向、あるいは修士論文の傾向とか見ていても、そういったセンスがだいぶ重要視になってきたというふうな背景もあります。したがって、自分たちで、厳密な実験を計画し実施をする、割とまあ誤差の含んだデータも取ってしまって、データ解析の力で何とかするっていうタイプではなくて、データにからできるだけ余計な誤差を排除するということですね。そのために綿密な実験計画を立てるというふうなことが今回課題として求められています。地域を2つ提示するわけですから、右にあるか左にあるかという効果とか、前後にどんな判断が求められるか、そういった順序の効果、位置の効果、すべてを考慮し、自分たちのデータには欲しい情報だけが残るように計画をするということが非常に重要であるでしょう。まあ、集団で集まってこういう場面でデータを取るということもあれば、最近はシステムを使ってオンライン上で取る、個別にデータを取るというふうなこともできます。まあ、それはそれぞれのチームにお任せをするということでありました。で、勉強して、まあ、データを処理して審査と構成するということまでが今日までの課題です。で、結果発表はこれ。この課題を、まあ、以前に発表したときに、勉強したいから文献を教えてくださいっていうふうに質問をしました。まあ、通常は、勉強したい学生が資料を聞いてくるので、それは非常に好ましいんですけれども、この研究会では怒られました。そんな甘えないで自分で探しなさい。とても良いサイトとかが世の中で簡単に見つけられます。そういうふうなものをやっぱり、ちょっとやっぱ最初は自分で探してみない。で、探してみたらきっと良いのが見つかったり、参考にできたんだろうというふうに思います。処理をするソフトウェアについても同様ですね。いろいろ、まあ、少し中間発表してくれて、テーマを聞いてますので、今日の発表を期待してます。商品やら気になる、前に予告した通り、チームには、青をどう用意して、聞いてますので、ぜひ頑張って。評価の観点に関してはこのところですね。これを含めてくださいというふうにお願いしていました。まずは小勉強したんだから、それについて明快な説明をしましょう。で、時間は限られてますから、簡潔にこういうふうなもので目的をし、こういうふうな、まあ、考えに基づいて尺度を構成するという、まあ、そもそも尺度を構成するということはどういうことなのかということも発表していただくといいかなというふうに思います。で、皆さんそれぞれテーマを決めて実験をしましたから、そのテーマについての説明ですね、どうしてそれを選んだかなんていうこともあればいいかなと思います。それから実験の手続き方法については再現性を持って、論文とかレポートを書くときもそうですけれども、その発表を聞いた人が同じ実験をできるというぐらいの、まあ、詳細な説明をしてくれることが必要です。で、特に今回は不要な効果が紛れ込まないようにというふうなことを工夫してもらいましたから、その工夫についても言及してください。そして、まあ、中間的にいろいろな集計結果が出ますから、それを順応処理をしたプロセスと最終的に構成された尺度について、発表し、それについての、まあ、若干の考察をするというのが今日まで前半までの課題。で、みんなの発表を聞いた後、後半のお題がセットされるというふうな仕組みになっています。まあ、非常にこう実証的な手続きでありますから、どこまでこうデータから言えることと自分たちのこう解釈がによるものと、まあ、集別して話ができるというふうな、まあ、実例的な話の展開も、まあ、重要かと。初めての試みですけれども、楽しみにしていますから、皆さん頑張ってください。説明としては以上です。何か質問ありますか？はい。では、発表よろしくお願いします。
はい、先生導入の方ありがとうございました。まあ、今一度最初の説明であったように採点基準とか確認できたと思うので、まあ、そういったところを、まあ、意識しながら発表に取り組んでいってもらえればいいかなと思います。ということで、じゃあ気になっている発表順の方をこう少々お待ちの発表順の方をお伝えいたします。はい、発表順ランダムで生成したこちらになっております。最初 D 班で次 B 班、E 班、A 班、C 班、F 班となっております。 E 班の発表が終わり次第15分の休憩を挟みます。それでは皆さん自分が何班か把握されてますか、ね、またブレイクアウトセッションとかに入っていると思うので大丈夫だと思います。それでは D 班の皆様発表の方をお願いします。資料の事前に提出いただいたやつを使うので、その他でパソコンも使う必要あれば前に持ってきていただいて、必要なければもう体だけで前に来ていただければと思います。D 班の発表を始めます。今にお願いします。アジェンダはこの通りです。今にお願いします。まずはじめに手法を説明します。酸素と内通比較法とは、複数項の対象の中から2つを取り出して1対1で提示し、特定の基準に基づいてどちらかの刺激を選択させる実験を全ての組み合わせで行い、それらの結果を統合し尺度値を割り出して順位付ける方法のことです。それにより尺度値の大小で刺激感の相対的な関係が分かります。サーストン法はケース1から5まであり、ケース5は標準偏差 σi と σj は等しく、相関係数 ij イコール0と仮定して計算を行う方法です。次お願いします。手順は、最初に提示された時に選ばれた回数を観測度数として記録し、各度数を全観測数で割って標準正規分との逆関数を求めてから尺度値を求めます。次お願いします。続いて実験テーマですが、私たちの班はオンライン授業の初対面でグループワークをするときにどちらが話しやすいかというテーマで実験を行いました。次お願いします。この実験は A 班の背景にコロナ禍でオンライン授業が増加したことを挙げます。画面越しに初対面の人と話すことに苦労する学生が多いことを課題とし、Zoom の背景によって人への話しやすさが変わるのではないかと仮説を立てて実験を行いました。次お願いします。この実験の方では、この研究結果を参考にリモート授業でバーチャル背景を使ってコミュニケーションを円滑にさせることです。次お願いします。実験手法は、まず最初に下にある10種類のバーチャル背景と大学生3人の画像を組み合わせ、3人が写っている10枚の背景を左右に2枚ずつ並べて90通り作ります。これを3人分作成するので、合計270通りのスライドで左右どちらの背景が印象がいいのかをズーム形式で20人にアンケートを実施します。次お願いします。続いて実験概要です。まず最初に Google フォームで回答者の属性を調査し、学年、年齢などさまざまな属性を聞きます。その後、スライドを画面共有し実験を開始します。右か左で答えてもらって、回答者が答えた通り正確にフォームを埋めていきます。次お願いします。次に実験にて工夫した点について説明します。
主に4つあって、1つ目がまずアンケートの対象者の属性を大学生の男女に限定したこと、で次が画面の明るさを回答者の人に最大に大きさも最大にしてもらったこと、で3点目が夜の8時以降にズームを用いて実験を行ったこと、最後が回答時間を10秒以内に設定してもらったことです。下のようなこの黒のスライドを1枚目に入れて、被験者の方にそこを把握してもらうようにしていました。次お願いします。次に実験手法にて工夫した点について説明します。主に2点あって、1つ目が背景の設定に関してで、まずズーム背景のデフォルト4種類とメンバーで使用頻度が高かった背景6種類を設定しました。次に人物の設定に関しては、私たちと同じ年齢層の大学生を選んで、人によって結果が変わることを考慮して3人分用意しました。そして女性は髪型とかで印象変わることを考慮して、違う髪型の女性を2人分用意しました。次お願いします。次に不要な効果を排除するための工夫点として、1点目がまず背景で、次は人物の順序効果を排除した上でスライドの順番を設定したことです。次にズーム画面の再現性を維持することを行いました。具体的にまずランダムにしつつ、前後2つには同じ背景が出ないように設定したことと、女性が連続すると被験者が適当に回答してしまうというリスクを回避するために、女性男性女性という順番で設定しました。そして最後に右側のようなスライドで、ズーム画面と同じような画面になるように実験スライドを作成しました。次お願いします。次に中間集計結果として、まず女性1に関しては、部屋が白で、次に黒い部屋が最も高いスコアで、背景が黒の無地が最も低いスコアになりました。次お願いします。次、男性に関しては女性と逆で、黒い部屋が最もスコアが高くて、次に部屋が白で、女性と同じく無地の白と黒が最も低いスコアになりました。次お願いします。最後が、もう一人の女性2に関して、これも最初の女性と同じように部屋の白い部屋と黒い部屋が最もスコアが高くて、黒い無地が最も低いスコアとなりました。でこの女性、大丈夫です。次に相関関係について、どの組み合わせにおいても強い相関関係があることから、3人まとめたデータを分析することが妥当であると考えました。次お願いします。全員分の結果を見ても、部屋と教室と端とトイストーリーが人気で、暗い背景が合わないという結果が出ました。次お願いします。次に考察です。人によって結果が異なることから、背景の雰囲気と人の雰囲気の2つの要素によって結果が決まると考えました。例えば女性には女性1と比べて柔らかい印象が特徴的で、黒い背景と相性が悪いと考えました。また男性は白い部屋よりも黒い部屋の方が合っているというステレオタイプが影響していると考えました。次お願いします。好まれる傾向にある背景は部屋の背景が多かったです。部屋の背景は清潔感や落ち着きがあり、自然体で話しやすいことや部屋で会議をすることに馴染みがあることが影響していると考えました。次お願いします。また好まれない傾向にある背景は、現実離れしているもの、草の背景のように背景が反対の主張が激しいもの、オーロラや宇宙の背景のように暗いものや白や黒のように無機質な背景が好まれない傾向にあります。また肌の色に似ていて目立たないもの、コントラストがはっきりしすぎているものも好まれない傾向にありました。次お願いします。女性のスコアの方が男性のスコアよりも尺度の幅が広いことから、女性の方が男性よりもステレオタイプが確立されていると考えました。次お願いします。現時点での結論として、清潔感、落ち着き、自然体、馴染みがあるなどの要素を含む背景、そしてそれを前提に人流の雰囲気にある背景が好まれると結論づけました。次お願いします。今回の結果を踏まえて、アンケートで集計した属性によってどう結果が変わるかを実験する予定です。以上で発表を終わります。ありがとうございました。はい、発表の方ありがとうございました。じゃあ質問と、はるかさん、挙手をお願いします。はい、前原さん、お願いします。Thank you.
ズームっていうのをまあよく使ってて、でまあ就活なり授業なりで、まあ、印象っていうのはやっぱり大事だなって思っていたので、まあ、こういった考察っていうのは、まあ、実際的に大学生によく役立ちそうだなっていうのを感じてました。ありがとうございます。で、質問としてはえっと好まれない傾向の要因の2のところに、その肌の色に似ていて目立たないとか、コントラストがはっきりしすぎているっていうところで、まあ、白黒っていうのが挙げられていると思うんですけど、これってその肌の色っていうのがそれぞれ人によって変わっていたのかとか、なんか黒じゃなくても青だったらコントラストがはっきりしてるよねとかっていう部分があるのかなって思ったんですけど、まあ、その点に対するなんかまあ工夫とか今後どうしようとか、まあ、特にその肌の色とかっていうのに絞った理由とかっていうのが何かあったらお聞かせいただけると幸いです。はい、質問ありがとうございます。肌の色に似ているというのは表現がちょっとあんまり良くなかったかもしれないんですけど、今回の実験に使った女性の2人が比較的肌が白目の方だったので、まあ、そういった理由から肌の色に似ていて、白が背景にすると、まあ、色が白白で変わってしまって、まあ、印象があまりよく見られないんじゃないかっていうことでこういった表現にしました。で、まあ、確かにコントラストがはっきりしているっていう点は、まあ、今回白と黒しか選定してないので、例えば青になったらどうなるかとかはちょっとまだその考察の段階ではなかったので、そこはちょっと参考にして今後やっていきたいなと思っております。ありがとうございます。質問はありますでしょうか。じゃあ、はい、はい、ご発表ありがとうございました。結構自分もこれからズームを使うに部屋のところで黒い背景にしたいなと思いました。で、質問としては結構今のその検査のところで270通りで人々にアンケートを配ったと思うんですけど、その中でちょっと270通りって結構多い数字で、結構答えている人がとしては難しかったんじゃないかなという、そういう点はどう解決したのかちょっと伺いたいと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、270通り自分たちの行動を想している段階でかなり被験者にかなり負担がかかるかなと思ったんですけど、それは、まあ、ある程度仕方ないのかなと思ってたんですけども、まあ、そういった実験中の空きっていうのをなくすために、まあ、その実験の順番を女性男性女性にすることで、まあ、女性女性ってなるとちょっとなんか変わり映えがしなくて、そこでちょっと空きが生じてしまうかなっていう点で、女性男性女性に並び替えるっていう工夫をしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後お一人ぐらい質問を受け付けたいと思います。いかがでしょうか。はい、はい、お願いします。ちょっとその多分お話の中に含まれてなかったんですけれども、最初のそのフォームのところで文系理系を聞いているのがすごく面白いなと思って印象的だったんですけれども、ここの文系と理系の回答での差みたいなのってなんか分析してたりしましたか。そこはするか迷ったんですけど、現段階としては中間発表ということだったので、そこで今後やその文系と理系でじゃあ結果が違うのかっていうのを考察してみようかなっていうのを班内で話し合ってたっていう段階になります。ありがとうございます、はい、なんか人物の表情とかとか、その人物がどういう場でそのミーティングをするかとかによっても差が出そうで、すごく面白いなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それでは D 班の皆様ありがとうございます。拍手でお願いします。続いて B 班の方々をお願いいたします。
じゃあこれからチーム B の発表、サーストの1位確保と美しいの新入社区についてご説明させていただきます。アジェンダアイターの通りとなっております。まず1位確保について大まかに説明いたします。1位確保は被験者に刺激となるものを提示し、彼らの感覚的な印象によって協定や選択をさせ、対象となる刺激の強化をするように表す手法となっています。刺激は視覚や嗅覚の互換刺激で、選択する上での尺度は刺激に対して抱く潜在的なイメージをできるだけ排除するものとしています。この尺度をもとに被験者は選択を行い、そのデータはまとめられ計量化されます。また一対比較法の特徴として、刺激を提示する順序によってバイアスがかかる可能性があるため、その、バイアスを排除するための工夫が必要です。加えて3種類以上の資料に対して特性に対する、順位をつける方法として順位法がありますが、資料が多すぎる場合に一度の資料を一度に全ての資料を順位付けすることが難しいため、そのような場合に追比較法が用いられます。次にサーストン法とその他の手法について説明します。まず一対比較法は被験者が選択する段階において2択か複数かで分けることができます。この際、選択肢が、回答のように選択肢を複数用意するときに設定法を用います。で、選択肢が2択のものについてはさらにサーストン法とブラッドレイ法に分岐します。サーストン法とブラッドレイ法の違いは、求めたデータから尺度を視覚化する段階にあります。サーストン法はプロビットモデルを用い、サンプル数がわからないものを対象にすることが多いです。実験結果の安定のために反復数を掛け合わせた数値が必要なため評価回数が増えます。ブラッドレイ法についてはロジットモデルを用い、リーグ戦などのすでに結果が出ているものに対して用いることが多いです。先ほど取り上げた3つの手法以外にも、一位比較法にはいくつか種類がありますが、回答方式で分類すると大きく4つに分かります。時間の都合上こちら説明省略させていただきますが、詳しくはこちらの表をご覧ください。続いてはサーストン法の係数値からの違いを説明します。まず係数値と係数2についてです。係数1はデータを1人の被験者から集めて分析し、係数2はデータを同質な複数の被験者から集め、1人の被験者から集めたデータと同じように扱って分析します。ケース1では全問に1人で回答、全説問に1人で回答、ケース2では分担して回答する想定でアンケートが行われます。続いてケース3、4、5です。ここではまず刺激1によって巻き起こされる感覚量 X1、 刺激2によって巻き起こされる感覚量 X2 とし、感覚量 X1 は分散シグマ2乗の1の正規分布に従い、感覚量 X2 は分散シグマ2乗2の正規分布に従うということを前提とします。例えば可愛い女性をテーマとして実験を行う場合、刺激というのは女性の写真、感覚量とは女性の写真という刺激によって巻き起こされる可愛いという感覚の量を示します。そして人は同じ女性の写真を見てもものすごく可愛いと思うときと、まあ可愛いと思うときがあり、感覚量は時によります。このように感覚量にはばらつきがあり、それが正規分布に従っているとみなすということです。この前提の上、ケース3、4、5はスライドの通りの定義となっており、分散が異なっているか、ほぼ同じか、全く同じかの違いがあります。次に選定したテーマと対象についてお話ししたいと思います。私たちは美しい漢字をテーマに3000位の漢字を対象として実験を行いました。スライドにもある通り、深い、流れる、浮く、演じる、注ぐ、消す、添える、温める、嬉しい、満ちる、止まる、決める、かかるの13個の3000位の漢字を対象として実験を行っております。様々な場面で触れる漢字を含むデザインをする際、第一印象としてどんな漢字を活用することで美しいと感じられるかどうかを探求するというのが私たちの実験目的となっております。私たちは Google フォームを用いてアンケートを作成し、スライドの写真にもある通り、回答者に漢字を横に2つ並べ、より美しいと感じるものを選択してもらいました。13個の漢字による78対を左右の入れ替えも加えた全156問を回答者全員に出題させていただきました。アンケートを作るにあたって4つの工夫をさせていただきました。まず1つ目は、3000に限定することによって部首が変わることで変わる見た目のバランスの違いや、
他者の持つ意味合いの違いから与える効果を揃えること。2つ目は美しいの尺度に漢字の意味合いに関連したイメージが入らないように海や川、山水のついた川ですねのように一文字で名詞として成立する漢字を排除すること。3つ目は右だけを選択し続けたのような選択肢の位置の要素が影響しないように位置の逆パターンも出題していること。4つ目は質問の順番をランダムにすることで質問されるタイミングでの大幅な影響を排除することです。はい、そして、Google フォームから33件もの回答が集まり、集計結果はこのようになりました。そしてその集計結果を青木先生のものを参考にした行動で分析すると次のようなスコアが、得られることができました。で、得られたスコアをプロットするとこのようになりました。このプロットから、流れるが圧倒的に人気であることと、逆に圧倒的に不人気なものはないことがわかります。はい、実験結果から3つのことが考察されます。1つ目は、シンメトリーなものの方が人は美しいと感じるです。これは注ぐより溜まる、添えるより演じるの方が票数が高かったことから考察できます。次に2つ目は直線が多いものより曲線の多いものや分かりやすく曲線が入っているものの方が人は美しいと感じるです。これは、測るより浮く、消えるより流れるの方が票数が高かったことから考察できます。3つ目は、山勢でイメージが共通しやすい水に関する意味を含むものは美しさに影響すると限らないです。これは、満ちるより添える、注ぐより決めるの方が票数が高かったことから考察できます。はい、3つの考察のうち、1つ目と2つ目、シンメトリーなものよりアシンメトリーなものの方が人は美しいと感じると、直線が多いものより曲線が多いものや分かりやすく曲線が入っているものの方が人は美しいと感じるに関しては、さまざまな論文でも似た検証がされ同様の考察がされていることが分かりました。これらの考察からもアシンメトリーかつ分かりやすい曲線が使われているため、流れるが一番美しいと思われたのだと思われます。また部首を変更したり曲線または曲線が多いものに絞るなどの条件の変更が結果にどの影響を与えるかを分析することでさらに新しい知見が得られる可能性があることが分かりました。はい、以上が、今回の参考資料です。以上でチーム B の発表を終わります。ありがとうございました。はい、発表いただきありがとうございました。それでは質問、感想がある方挙手をお願いします。この漢字を選んだ理由って何かありますか？そうですね、少し前のスライドに戻って、工夫の点で、もう一個次ですね。ここの2番にもあるように、美しいの尺度に漢字の意味合いに関連したイメージが入らないよう一文字で名詞とするようなもの、例えば本当に水に関係するようなものを限りなく排除するために、先ほど説明した通り川や海などのものを排除したり、他にも水に関係しなくても一文字で名詞となるものは本当に全て除き、大体先ほど説明した通り全て送り仮名がつくような漢字を13個選ばさせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあその他で質問等ある方いらっしゃいますでしょうか？じゃあ松木さん。同じような質問になるんですけれども、今回その山水を選んだり。そうですね、本当に山水を選んだことに関しては他にも奇変や草冠など、漢字の中で一番 変が多いものを、3つほど並べたときに、メンバーの投票で山水が一番人気というか山水を調べようという意見が多かったためそれを選んでました。なのでまた次の、後期の、分析に関しては、奇変や草冠でも同様の結果が得られるのかどうかを考察していきたいと考えています。ありがとうございます。じゃあもう一人ぐらいですね、お願いします。はい、漢字のイメージとして画数っていうのもすごく関係してくるのかなっていうふうに思ったんですけれども、その画数についての考察だったりとかっていうのはありますか？少しスライド戻って大丈夫ですか？もちろん。結論的に。そうですね。こ
ここですね、この、画数っていうものも、シンメトリーなものとよりアシンメトリーなものの方が含まれるというふうに、シンメトリーなものというのは、基本的に単純なもの、画数が少ないものが多くて、アシンメトリーなものほど、例にあるよりたまるなど添えるみたいにこうギチギチに詰まっているものが多かったので、画数という意味合いで結果からの考察をもう一つつけようと思ったんですけど、それは少しシンメトリーとアシンメトリーの部分で被るかなと思ったので、それはこちらに併合させていただく形で考察させていただきました。はい、ありがとうございます。それでは美班の方、発表ありがとうございました。続いて、E 班の方、発表もお願いします。2班の発表を始めます。お願いします。まずはサストンケース V についての説明をいたします。サストンケース V とはサストン1比較法の中のケース5というような位置づけになっております。詳しくは後ほどお話しします。まず1比較法についてご説明いたします。例えば黄色いリンゴと赤いリンゴがあったとします。それらを比較した際、どちらが美味しいかというのは、人によってそれぞれ感覚から異なります。この人間の感性や感覚をもとに、製品等を評価することを感性評価と呼び、そこには感性の個人差が生じます。ここで2つの比較対象を評価者に提示し、判断基準に対してどちらが優位かというような比較判断の結果で対象を評価するというのが一通比較法になります。一対比較法には他にもシェフの一対比較法などがあり、これは点数をつけるのか、それとも単に優劣のみで判断するのかという点が異なります。次お願いします。続いてサーストンのケース5一対比較法についてメリットとデメリットをご紹介いたします。まずメリットに関しましては、二者択一で回答するため判断が簡単というところがございます。また回答者が複雑な判断などができない場合や、勝ち負けなど二択でしか表せない場合にも有効です。一方でデメリットとしては、優劣の決定だけにより精度の高い評価結果が期待できないということや、調査結果を有効にするため、一方の選択肢のみが選ばれないようにするため、多くの回答を得る必要があるというようなデメリットがあります。ここでは、ある集計結果を例に、サーストの一対比較法の手法についてご説明しております。お願いします。このように、標準正規分布を求める際に、相関係数を0と仮定されたものがケース5と呼ばれ、こちらが一般的に使われております。はい、次にテーマと対象についてご説明します。テーマは美味しそうという、感覚的なものに対して対象を日本酒のラベルにしました。この日本酒のラベルの違いによって一人ずつ美味しそうに変化が生まれるのかというのをこの3つ比較法を聞いて分析いたします。お願いします。まずこの日本酒の現状としまして、国内出荷量は約10年3分の1に減少しており、ここがパッケージデザインが、いかに消費者の購買に提供するのかというものを決めていきたいと思います。でそこが目的にもなっているんですけども、この衰退している日本酒カテゴリーに対しダブルデザインが及ぼす消費者への影響、美味しいを明らかにし、日本酒の消費量増加につなげることを目的といたします。対象レベルはこの8つの中から ABCDEFGH2 番号を切って実験を行いました。
で、ここのラベルの分類としまして、発想になりまして、まず文章、生き物、ポップ、モノクロ、アルファベット、漢字複数、文字なし、そして漢字1文字の、発想が、発想用語にいたしました。お願いします。はい、次に実験情報についてです。今回実験を行うにあたって、誤差を排除するというと、またラベルの分類をこのように、このスライドのように行いました。はい、特質性点としまして、まず生産地の配慮または統一を行うためにラベルに生産地の記載がないものを選びました。また日本酒の中の種類を統一するために今回は純米酒を選びました。で、またイラストレーターを使用してラベルのアンケート上に載せるラベルの画像の大きさの統一、明るさの統一、またアンケート上の写真において瓶の形状を外すためにラベルのみを記載しました。一般的に知られて知名度の統一を行うために一般的に知られている知名度の高いものや検索で上位に出てくるものを配慮しました。アンケート項目にもこのように入れております。今回調査対象は26名で、調査対象の分類はこのようになっております。今回調査を行うにあたって Google フォームを使用しました。画像をこのように2枚並べ、左が美味しそうに見える場合は1、右が美味しそうに見える場合は2というふうな2択での回答でお願いしました。次に、最後のアンケートに、あなたの思う日本酒の美味しい要素は何ですかというものを聞きました。以上です。お願いします。まずアンケート結果を以下のようにマトリックス形式に集計しました。 ABBA のように左右反転させたものも同様に処理しました。お願いします。次に左右差を考慮してまとめたものが以下のようになっております。次に青木先生のコードをもとに実行しました。確かに左右差が現れることも検証ができました。それらを合わせて分析した結果がこのようになっています。で、これら合わせたものが今日のようにこのチャートのようになっていて、右に行けば行くほど食べるっていうのが美味しそうなイメージがあるというふうな結果が出ました。次にこの実験を通しての考察についてお話しさせていただきます。まず1つ目は、イナゴのイラストとか毛筆を用いたシンプルかつ伝統を感じられる日本らしさのあるデザインのラベルが好まれていることが分かりました。また英文字のラベルも上から3つ目の人気だったんですけれども、それは日本らしさという点で、異質ではあるものの白と黒を基調としている点で共通であることなので、日本らしさやモノクロ、本デザインが日本酒の美味しさにつながるのではないかと思いました。また、文字や情報が多いものというよりも、このような、シンプルで情報が入っていきやすいデザインが生まれているということから、情報が多すぎず、分かりやすく、その消費者の日本酒というイメージに直結しやすいようなデザインが好まれるのではないかと考えました。次に、アンケートの方で日本酒の美味しいと思う要素について甘みが一番人気で苦みが最も好まれなかったそうで、柔らかいイメージを連想させる動物のキャラクターや虹のようなカラフルなデザインのモデルは人気がなかったことから、美味しそうと思う要素と美味しそうと思うラベルのイメージには相関性が見られないということを考えました。で、最後に同じラベルの組み合わせでも左にあるか右にあるかによって好みに差が生じていたことからも、やはり対象の位置や回答者の心境によって回答者が好ましいと思うものに影響を与えるということが分かりました。まずはこちらのようになっております。お願いします。次のチャンネルです。これが参考文献です。以上で2班の発表があります。ありがとうございます。はい、発表の方ありがとうございました。それでは質問や感想等ある方挙手お願いします。
表ありがとうございました。我々の班もすごい苦戦したところが、その集計のところで左右差を考慮してマトリックスに集計したっていうスライドがあったと思うんですけど、そこを今ちょっと資料を見させていただいていると、単に足しただけではなくて、なんか何かしらの処理をされてこの数値になっているのかなっていう印象を見たんですけど、どういった具体的にその左右差を考慮するっていうのは、どういった手法を経て考慮したのかなっていうところをお聞きしたいなと思います。結果としてはそれぞれに相関があったので足して平均取ってという形でシンプルに行って、特にこれといった具体的な処理っていうのは、まあ、あえて行いはしませんでした。ありがとうございます。はい、その他に質問ありますか。はい、ちょっとそもそもの質問になってしまうんですけれども、まあ、今回テーマの目的がその日本酒の消化量増加につなげることっていう、まあ、衰退しているカテゴリーだっていうところあると思うんですけれども、まあ、そのなんでそもそも衰退しているのかみたいな、そもそものその目的に対する考察みたいなのって何かあったりしますか。そもそもの考察についてですか。あ、そうです。その目的に対する考察で、はい、そこからなんでそのデザインからにそのシフトしていったのかなっていう。そこの考察にあたってまずいろんな要素があると思っていて、ここのデザインっていうところもその一つの要素だとまずは考えていました。で、その中で僕自身その研究するためにどうしたらいいのかなと思っていたところ、この一位比較法というところがもうこの手法的にマッチしているなっていう点で、まずここでやりたいというふうにまず声をかけさせていただきました。で、ここに消費量を増加させるための、その最終的なデザインが、今出てきたこの、伝統的かつシンプルかつモノクロみたいなところが、上がってきたので、やっぱそういうところのデザインを、ラベル作成時に提案することでこの消費量増加というところにつながってくるのではないのかなというのは考えています。なんかその日本酒の例えばその衰退しているとしたら、日本酒の中でのデザインっていうのもあると思うんですけれども、例えば他のお酒とのデザインの違いっていうものがダイレクトにその日本酒の糧、何て言うんですかね、日本酒というもの自体の需要を上げていくのかなと思うんですけど、なんかそういう他のお酒とのなんかもう比較を考えているとかってあります。そこについては考えてなかったです。日本酒内での比較っていうふうに。ありがとうございます。ここから大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。じゃあその他に質問お願いします。お話ありがとうございました。お酒とか食べ物とかってその飲食経験が調査結果にやっぱり影響を与えるのかなっていうふうに思うんですが、それの影響を少しでも下げるために工夫したところとかってありますか。そのために僕らスライド戻ってほしいんですけど、日本酒解除した実験情報を見てみた。ここの知名度の統一というところで、アンケートの最後の部分にこれらの銘柄を見たことがありますか、知ったことがありますかっていうところをアンケートを取っていて、でその結果が全部ゼロになって、知らない、誰も知らないっていうところだったので、これらの日本酒による、味とか想像できちゃうと、そのイメージとかも入ってきちゃうと思うので、単なるラベルっていうところを、見てもらうために、このような、ところは全て排除していて、でその絵はアンケート結果から分かります。ゼロになっているということが、ところで分かります。はい、ありがとうございます。ますじゃあその他に質問や感想等は、なんかその最後の結論のところで、白地に黒のそのマントみたいな G のやつが下に来てるんですけど、これってこの後の考察のモノクロであるとか、あとカラフルなイラストがキャッチーなイラストが使われてないとか、あと情報がごちゃごちゃされてないみたいなところが結構配慮されてる上で一番例外的かなって思うんですけど、この G がこの下から2番目にプロットされてるのは何か意味があるかな。うん、
一番最初の考察の方で、船帆とか、毛筆というような日本らしさに直結するような、あとは消費者が持っている日本酒のイメージに直結するようなデザインが右側の方が多いのかなというふうに思っていて、 G は、この幾何学的なデザインで日本酒にも直結しないというところで低くなってしまったのかなというふうに考えました。G と E の中でも幾何学的だからこそあまり直結しなかった。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、ありがとうございました。さっきの質問をちょっと被ってしまうというか、まあ、関連つけてなんですけど、その日本酒の消費量を増やすって考えたときに、まあ、新規で飲む人っていうのと、まあ、繰り返し飲む人っていう、まあ、2パターンがいると思って、まあ、そうなったときにこの、まあ、旨味とかっていうその求めるものっていうのもそうなんですけど、まあ、どれくらいの頻度で飲むかとか、まあ、そういったものによって例えばすごい飲む人はなんか奥深い味がとかそういうのが分かるとかっていうなんか傾向があるかなって思ったんですけど、そういうなんか、そのアンケート対象によって異なるみたいな結果とかって見られて、なんか頻度とかっていうのを調査はされたのかっていうのがちょっと分からなかったので質問したいなと思ったんですけど、頻度っていうのはアンケートでは、調査できていなくて、アンケートの回答いただいた年齢も10代、20代が多かったので、アンケートでは幅広い年代からの結果を得られることはできなかったので、そうですね、その幅広い年代ですとか飲酒経験、飲酒の頻度とかも調べられたらもっと良かったのかなというふうに思います。ありがとうございます。今前原が質問したそういうふうな、まあ、属性みたいなものを考えの中に入れていくっていうのはこの今回後半の方の内容になってますね。はい、ありがとうございます。じゃあ、発表の方ありがとうございました。はい、それでは前半の3班の発表が終わりましたので、予定はだいぶ早いんですけれども、ここから15分間の休憩を取りたいと思いますので、2時10分まで休憩を取ります。で、2時10分までには、ご着席の方をお願いします。始めさせていただきたいと思います。それでは最初にもう画面に出てるんですが、出席確認はもう続いてなので、今回はなしということで、続いてチーム A の方々、発表お願いします。自分で操作する。これから A 班の発表を始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回の発表の順序はこういった感じになっています。最初に SARS のケースファイルについての説明をして、その次にテーマと対象を我々がした時期について話して、最後に集計結果考察という感じで話させていただきます。まず最初に一対比較法の4つの回答形式、まあ、これはこの先こういうスライドが長く続くので、今回の SARS のところのみに解説すると、まあ、どちらか選択、2択でそれを集計して比率で求める。で、誤差は二項分布になるということで、次のスライドお願いします。そして、今回はこの〇2のプロビットモデルを使っています。で、このモデルが利用される状況や特徴は、まあ、意識できないような際、まあ、今回我々は、まあ、後で説明するんですけど、まあ、デザインの採用だったので、まあ、今回はサースの方がマッチしていると思います。次にお願いします。まあ、ここは、まあ、今回はやってないところなのでちょっとすみませんお願いします。まあ、今回サーズとのケース1から5なんですけど、まあ、1個目はデータが1人の被験者から、2個目が複数の被験者から、同一の被験者からで、3つ目は相関係数が0で、4つ目と5つ目は分散がほぼ同じか全て同じかの違いになっています。ここからは想定される誤差についての部分になります。1つ目は順序効果、間隔期間を同じものを使うため、まあ、順序の効果が生じるっていうのは、まあ、味についての話ですね。他には視覚の時に左右についての順序効果が発生するといったものになります。まあ、今回は左右の
左右入れ違えた両方の画像を用意することで対応しました。次はアンカー効果です。最初の地域判断基準に合いやすいということで、まあ、それも順序を選んだように一つ一つ変えることで対応しました。次の系列効果も似たようなもので、順序が同じものに続いたりすると、まあ、誤差が生まれるというもので、まあ、今回はランダムかつ同じものが連続しないようにという順番にすることで対応しました。で、まあ、下の予想と構えは、まあ、次こういった問題が来るんじゃないか、こういう流れなんじゃないかということを予想されて、まあ、それで回答してしまうというもので、まあ、これも同じにはなってしまうんですけど、問題をランダムに、まあ、順番が必ず続いてしまったり似たようなものが続かないようにすることで対応しました。次のスライドお願いします。次は疲労と疲れです。今回の、まあ、皆さん陥ってしまった課題だと思うんですけど、まあ、たくさん問題を繰り返さなければならなくなってしまうので、まあ、途中で回答しがめんどくさくなって、ああもう全部右でいいやみたいな感じになってしまうということをの良しにより生じる誤差になります。我々は今回、質問の途中、まあ、Google フォームなんですけど、ここで一旦休憩をしてくださいと言って、まあ、休憩を挟むことによって、まあ、途中で疲労をリセットして、まあ、最後まで同じような状態で判断してもらうという状態にしました。最後です。まあ、最後は地域誤差といって、まあ、その事前に、まあ、そもそも持っている前提知識が人によって違うので、それによって誤差が生まれてしまうというものになります。まあ、今回は、それに関してはデザインのみ、まあ、飲んだことあるないには、なるべく、それを考慮しないようにといった注意力をすることで対応しました。次をお願いします。今回の我々のテーマと対象について見ます。今回のテーマは、美味しそうに見えるパッケージデザインということで、あくまで美味しいものではないというところがポイントになっています。対象は10種類のこれよりのパッケージになります。まあ、尺度は今言った通りに、どちらのデザインがより美味しそうに見えるかという点です。はい、10種類のこれよりを実験対象として決定して、その上で2種類の組み合わせっていうのを、それぞれ左右2つ組み合わせて、作成しました。その上でアンケートフォームを、まあ、左右入れ替えたものを含めて、2つ同じものが並ばないようにっていうものを意識しながらアンケートフォームを作成して、合計30人からアンケートの回答を、それぞれがメンバー全員拡散して30人から回答を得て、そのアンケート結果を分析するっていう流れで実験を行っていきました。はい、実験情報の工夫なんですけれども、まあ、私たちが今回の実験で多分一番の、まあ、労力をかけたところかなと思うので、ちょっと丁寧に説明していきたいと思います。まず最初にですね、やはりそのどうしてもアンケート調査というところで回答を得るところになると、回答者がどちらがいいか以外の、まあ、どちらが、まあ、勝ちである負けであるのような他の情報が入ってきてしまう可能性が見込まれたので、まあ、そこでしっかりと書き負けではないデザインだけから選んでくださいっていうのをフォーム内のまず一番頭のところで、まあ、ちょっと長い文章ではなるんですけれども、まあ、強調しながら周知をしていきました。で、デザインのみでの判断のその最初のところの話なんですけれども、まあ、飲んだ経験の有無というところは排除して、デザインだけから判断してくださいっていうのもここで再度、説明させていただきました。でですね、本当は回答者ごとに全てランダムのフォームを提示した方が良かったんですけれども、Google フォームでアンケートを行ったときに、Google フォーム上内で そのランダム化というのはですね、その質問項目でのかぶりがどうしても生じてしまう可能性がある。例えば、リンゴと桃っていう回答の下に、やはりそのリンゴと、まあ、ジュアピアサワーみたいな形で、リンゴがどうしてもかぶってしまう可能性とかがランダム性だとあり得るので、まあ、僕たちの中でそれぞれ5人いるので、その被らないようにランダム化を行って、まあ、その5パターンのアンケートによって、そのランダム性を生むという工夫を行いました。で、先ほどの話にもあったんですけれども、4つ目ですね、質問の途中で休憩を指揮するという形で、アンケートフォームの途中の45問のところで、まあ最初と最後の回答の精度を上げるために1分間の休憩を置いていただくという形の、仕組みを取りました。はい、次のスライドお願いします。はい、集計結果はいかないようになります。
よろしくお願いします。はい、考察について質問させていただきます。今回の研究では実習外のほろ酔いを対象としてパッケージのデザインが美味しそうに見える商品に対する研究活動を行いました。結果として上位グループには主レゴミカン、梅酒ソーダの結果が出ました。下位のグループとしてはシアリタサワー、アセラサワー、アイスティーサワーの結果が出ました。次の上位グループの共通点としては背景の色が薄くてメインのイメージが強く強調されるデザインが多かったです。ホロ酔いのブランド以外に非常に多く販売されている種類に対する結果が高い傾向が出ました。一方でシュアビタサワーやアセロサワーなどホロ酔いだけで販売されている製品に対する結果は低かったです。はい、課題なんですけれども、20代の大学生を今回限定してアンケート調査を行ったんですけれども、まあ、より幅広い年代だったりとか職業だったりとかといったところを、ターゲットとしてアンケート調査を行うことで、その職業であったり年齢といったところのでどういう差が出るのかといったところが、まあ、より詳しく分かってくるかなというところは私の中でもありました。ただこれはそうですね、今後行っていく、後期の課題の方であるかなと思いますので、そこをちょっと考えていこうかなと思っております。で、事前に認知度調査を行う必要があるというところなんですけれども、やはりその結果としてよく、まあ、皆さんが逃れるような、まあ、有名どころの種類のお酒が上位に来たというところで、やはりそれは、まあ、本当は関係ないのかもしれないんですけれども、どうしてもやはり結果だけを見るとそういったところの影響があるのじゃないかといった判断を下さざるを得なくなってしまったので、まあ、そういったところのそれぞれのお酒に対する認知度であったりとか、まあ、飲んだことがあるかないかみたいなところを、まあ、より厳密に把握していくことで、まあ、より詳細な、まあ、定量的なところの判断が下せるようなデータが出てくるんじゃないかな、集まってくるんじゃないかなというふうに考えております。はい、以上で私たち A 班の発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。質問感想とある方いらっしゃいますか。発表ありがとうございました。いいですか。ホロ酔いのパッケージについてちょっと質問したいんですけど、例えばアセロラとか白ぶどうとかホロ酔いとか桃とかは単体でこう物がこう果物が出てるのに対して、ジュアビタサワーとか他のなんかアイスティーとかこう飲み物でこう乗ってるので、こうなんかパッと見た時にこうイメージにこう差がつくのかなというふうに思ったんですけど、その点はこうこの研究の中でどのように捉えてますか。はい、質問ありがとうございます。そうですね、やはりその味の連想っていったところは関連性があるかなとも思われたんですけれども、例えばその、まあ、ここにあるようにソルティ、グレフルソルティだったりとかも、まあ、一応商品として出ているところではあったので、ちょっとそこの判断は確かに難しいポイントではあるかなと思っていて、ただやはりすぐに飲み物の味を連想できるかどうかっていうのは、まあ、一つ重要なポイントになってくる可能性が高いので、まあ、よりこの今10種類だったんですけれども、これをもっと例えば果物だけであったりとか製品だけ映っているものだけっていったところで分けたアンケートをの分析を行うことで、まあ、より精度の高いものが出てくるというふうに思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあその他にお願いします。発表ありがとうございました。結果、アンケート結果を見るとちょっとさっきの質問内容と被ってしまうんですけども、シュワビタサワーだけこう果実が表記されてないなというふうに思いまして、何かその果実があるかないかでこう味の連想に何か影響を与えるのかなという考察などそうですね、やはりその、まあ、最後の考察のところでも触れたとは思うんですけれども、やはりその、まあ、ある程度その飲んだ経験というのがやっぱりそこに影響してきているのかなという考えているポイントではありまして、まあ、やはりそのジュワッタサワーと言われたことがパッと出てこないというところもあると思いますし、まあ、アセロラと言われてもあまり馴染みがないというところもあると思うので、やはりデザイン以外のところが影響を与えているのかなというふうに考えています。その他に質問があったといいですか。はい、ありがとうございます。
見てなんかどれがこのデザインとしていいかをちょっと分かることができたんですけど、考察のところでちょっとでこの3つがことイメージがパッケージがいいというところでこれからはどう何を提案できるかというところが考察はある。そうですね、やはりあのデザイン的に、まあ、先ほどもあの申し上げた通り、まあ、フレッシュ感があるといいますか、あの淡い色といいますか、そういった色使いのものが上位に並んでいるというポイントがあるので、まあ、それに対して下位のものは少し濃いめの色合いが使われているところで、まあ、ある程度そのデザインからというところを判断できたんですけれども、やはりその何度も申し上げている通り、あのどんなにその例えば誤差を配慮しようと工夫をしても、やはりどうしても味というところ の先入観が入ってきている可能性が、あの非常に高いなというところがあるので、まあ、その今後の研究でまずその誤差をどのように排除していくか、例えばその製品をもっとマイナーなものに変えて、あのもう一度アンケート調査を行ってみたりやったりとか、まあ、そういったところの工夫は必要、まあ、今後考えていく必要があるかなというふうには考えております。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あの、まあ、この飲食物を扱う上で、まあ、結構その時間帯とかその食前に飲食をしているのかしないのかによってかなり結果が左右されるのかというところですごく難しさを感じるなって聞いてて思ったんですけど、今山田さんがその発言あったように、まあ、その味に影響される先入観があったりというところの話があったと思うんですけど、まあ、実際にこの一通り研究を行ってみてもう一度研究をし直すってなった時になんか追加するこうあの工夫する点だったりとか、もし何か知見を生かした上でもう一回やるためにときに設定するものとかあればお聞きしたいなと。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、ちょっとあのそこの話し合いをもっとグループで、まあ、深めていく必要はあるので、まあ、僕のある程度個人的な考えの主観になってしまうんですけれども、やはりそのほろ酔いっていうのは結構メジャーなお酒ですので、まあ、あとコンビニで売られている種類とかもやっぱり限られてきているものでもあるので、まあ、そういったところの、まあ、先入観を排除するのが今回すごい難しいなっていうのは、結果から、まあ、得られたので、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、あとコンビニとかには売ってないようなあの本当のマイナーなお酒であったりとか、ただそのマイナーでなおかつ種類が多いとなるとどん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 絞られてくるとは思うんですけれども、まあ、そういったところで、まあ、よりデザインだけ、あの他のファンの発表ですごくいいなと思ったのがやっぱりラベルだけとか、そういう例えばなんかこの写真、まあ、なんていうか絵をだけを切り取ってあの提示するとか、そういったところの工夫は、まあ、行うとちょっと、まあ、より良くなってくるのかなっていうのと、あとまあそのまあ、その色の配置、配色の問題も例えばあると思っていて、まあ、ここのピンクと水色と、まあまあ、桃のピンク、淡いピンクみたいなところを、まあ、ただこの絵を消して、本当の色だけの、まあ、僕たちで擬似的に作らせていただいて、そこで本当の色から、まあ、判断していただくっていうところの工夫は、まあ、これに加えてできるかなというふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。実際にそのパッケージ研究とかも、その商品の製品の使っている桃とか、実際に具体的な名前を伏せて行われるような。研究もかなり多いと思うので、まあ、そこも検討されているのが素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。ますその他に質問等ある方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい、それでは発表もありがとうございました。はい、続いて C 班ですね。僕のまずはサッソンの位置加工について簡単に説明していこうと思います。まずは2つの刺激を対にして被験者に定義します。そしてこちらが設けた心理尺度に基づいて2つの刺激を比較した時の感覚量の違いを評価してもらいます。でそれをデータとして集めて標準得点化することで主観的な感性を相対的に割り出すというものです。サーストンの位置比較法は、1から5までありますが、今回は、5を用いて実験を行いました。次にします。ケースはそれぞれ、違った条件があるんですけど、ケース5では、分散を、刺激同士の分散を同じにする、相関をゼロにするという条件があり、そこから、刺激の感じ方の大小の差異をなくすことだったり、複数人での評価の手法が行われるようなケースであるのだと解釈しました。そして先ほどのご紹介にもあったように5つのケースの中で最も実践的であり一般的に用いられるものです。メリットデメリットがありますが、特筆するのはやはり刺激の数によって評価の回数がどんどん多くなってしまうということで被験者の答えの負担にもなったり、あとは
評価をした際の評価の割合が100対0になるようなものは対象とできないというものが注意点であります。お願いします。そして今回のテーマについてなんですが、私たちはどのような条件の画像がキャンパスの PR において適しているかというふうにしました。で対象としては、SFC の背景についてなのですが、時間と場所と、あとは SFC の3箇所と、あとは朝昼晩という時間帯を分けることで画像を用意しました。で今回のテーマ設定の背景としては、SFC の PR 画像は、長年皆さんご存知の通りのバス停から見た正面の画像だったりとか、あとはオメガとカモメが一緒に写っているような画像がよく見られると思うんですけど、それが本当に PR の画像として適切であるのかというのが気になったからです。そして今回の審議尺度としてはキャンパスの PR ということで、景色が美しいだけではなく学び屋という前提があるので、美しいキャンパスという言葉にして審議尺度を設定しました。次お願いします。はい、続いて実験情報について説明を行います。上に文字が残っているんですが、気に入ってみてください。実験の実施前の流れは主にこの3点の流れに沿って行いました。はい、まずはじめに対象の条件の検討ということで、対象を自分たちで集める上で、その変化する要因、要素と考えられるものを洗い出して、それを変化させる要因にするのか、それとも変化させることが難しいだったりとかっていう条件から排除する条件と選ぶのかっていうところをまず検討しました。検討した要素の主なものはこちらになっております。で検討の結果、気候は晴れ、無人の条件のもと、場所、時間ともに3点で対象を9つに定めました。でここの検討の部分における工夫と実現度に関してはこのようになっております。まず1つ目がコントロールする条件と、その排除する必要な条件を検討したというところで、先ほど申し上げた点ですね。で実際に実験の分析を行って、考察まで行った結果、その検討すべき条件ではなかったかなと考えております。でも実際にその追加で実験を行うとなった場合には、さらにその変化の要因であると考えられるものが新たに上がってきてはいるので、そういったものの追加というところも検討はしております。次に無人という条件と、晴れという条件に関しては、どちらも人為的に変更することが難しいものなので、そうと判断して、実際その条件を揃えやすい無人というところと晴れというところに設定しました。で実際この実現度としては、無人に関しましては、目視で確認できる人はほぼ映り込んでないように、その休憩時間に撮影をしたり休日に撮影をしたりという工夫を行っております。一方でこの晴れの日に統一という点に関しましては、雲の割合が大きくなったりとか、時間帯、同じ時間帯の同じ日にとってもちょっと角度によって全然背景が変わったりというところで、かなりちょっと実現度が低くなってしまっているなというところが問題点として挙げられております。次お願いします。はい、次に実際にそちらの条件に沿って集めた対象がこちらになっております。で9つの対象このようになっておりまして、先ほど申し上げたその三角の部分は、夕方のこの雲が写っている写真っていうのは本当に同じ日に同じ時間帯撮ったんですけど、ちょっとアングルの違いによって雲がすごく写ってたりとかしているっていうところの問題点が課題として挙げられております。次お願いします。このフェーズの工夫点に関しましてはこのような3点になっております。今1つ目が画像の見立ちということで、実際にデフォルトの写真ではかなり色味だったりとか、手前の焦点に当たっている明るさの違いだったりというところが出るので、そういったところを目視で、似通った 色合いにする、明るさにするというところの工夫を行いました。ただ実際に撮影時の差が大きく影響していたちにはちょっと限界があったかなというふうなところで、実現度は三角になっております。で、地点と方角の統一に関しては、詳細に記録をメモをして、時間帯の変化でも同じ場所から同じアングルで撮れたかなと思っております。また複数時の撮影に関しましては、先ほども申した通り、複数日撮影を行ったんですが、結果的にはちょっと対象の条件を完全に自信を持って揃えることができたとは言い難いかなというところで丸にしております。次お願いします。で、実際に実験の実施に関し、準備と実施に関しましてはこのような内容になっております。で、アンケートの概要はこのような形で、実際におっしゃった工夫した点としては、その SFC 生か否かというところで、属性の違いによって尺度、構成される尺度が変わるのではないかという仮説を持ってこの設問を設定しました。次お願いします。で、アンケートの概要に関し、結果の概要に関しましてはこのようになっておりまして、総回答数110人に対して有効回答105となっております。次お願いします。
で、工夫点としてはこちらの3点となってまして、まあ、1つ目が二者択一の、設問のランダム化というところで、まあ、他の班説明でもあったようにその Google フォームのランダム化シャッフルというところの機能を用いているので、まあ、その本質的なその左右差の本質的なその位置の効果っていうところを排除できたかって言われるとちょっと、まあ、自信を持てないのでここは丸になっております。で、属性の分離を行う設問に関しては分析まで実際に行うことができたので達成できたかなと考えております。で、3点目の左右差についての処理に関しましては、まあ、36パターンあるかける2で、まあ、72回とあるんですが、まあ、その中で実際尺度を反映しないだろうって考えられるのも明らかに左だけ選んだなっていう回答だったりとかは、実際に処理をして、無効回答としております。その結果も105回答に減ってるっていうような形になっております。ただこちらも本質的な左右差の検討検証はできてないのかなっていうところで三角になっております。これから全体経過の分析過程についてちょっと話させていただきます。ご覧の通りに私たちは収集されたデータからまずはスコアを出力して、そして出力されたデータのフィルターを日経が指定されて、そしてスコア中にリストアウトされた結果こういうふうになりました。で、最後にその結果をプロトアウトの図としてはご覧の通りです。次お願いします。はい、全体経過について、まあ、一応数値から見ると国際指導の点数は時間による現れたの差が小さいということになりました。さらに時間的には市中の品川の点数大なり夕方の点数大なり夜の点数となっております。お願いします。はい、全体的な考察について、まあ、一応私たちは2つの点から考えていただきました。まずは PR 写真としての美しさについて、一応サイドと明度の高さが人のつまりその今回の回答をいただいた方からにその視覚的な評価に影響を出しましたという結果になります。で、さらに単一かつ明確な視野帯は環境的に要因による影響は小さくするということにもなっております。で、さらにキャンパスの PR 写真としての美しさについて、一応難しいキャンパスという尺度との親和性の高さは、今回の考察の非常に重要なところとなっておりますので、そこからも今後も実験を行う予定です。お願いします。これから動向性別の結果と考察を紹介させていただきます。その上の部分の図は SFC 生と非 SFC 生の結果となります。今回の順位と点数では大きな差がある選び出しだけ選び出してこのように実施を試してみました。まず、非 SFC 生と比べて、SFC 生における2番目のその夜の可能性付近の写真と、4番目の日中可能性付近の写真の順位の方が高いという方向が見られます。それは SFC 生の私たちは可能性を見慣れているが、写真のような角度で見ることが少ないので、この写真が美しいと感じるのではないかなと私たちは研究しております。だから、見慣れた対象物を新しい角度で撮った写真の方が美しさを伝えやすい可能性があります。そして、どうして非 SFC 線の方が複雑像が美しいと考えているのかなというと、複雑像は形容 の, シンボルとも言えて、大学というイメージと連想しやすいから、美しいキャンバスと反応する傾向があるかなと私たちは考えております。そのため、日本的に持っているイメージと評価尺度の関連性が強い、写真の対象物をと写真の評価が向上する可能性があるかなと私たちは思っております。次のページお願いします。これは SNC に行ったことがある人と行ったことがない人の結果です。でも、順位でも点数の大きな差が見られないです。次お願いします。最後はまとめと展望の話をちょっと話したいと思います。今回の実験からキャンパスの PR 写真としてより美しいと感じる条件となっているのはサイトと明度の高さ、美しいキャンパスという尺度との親和性の高さという2点が考えられます。これから季節などあなたの要素が森林尺度を影響しているかもしれないので、さらに検討していく必要があるかなと私たちは検討しております。次お願いします。発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。
はい、発表ありがとうございました。それでは何か質問ある方、挙手お願いします。じゃあ僕の方から質問いいですか。発表ありがとうございました。フラワー工学が工夫がすごく細かく設定されてて、すごい面白いなと思ったんですけど、その気になった点のテーマでキャンパスの PR にはどのような条件の画像が適しているかを明らかにするということだったと思うんですけど、キャンパスの PR の画像だったら、例えば人がたくさんいて賑やかなキャンパスとか、そういった画像でも適しているんじゃないかと思うんですけど、なぜ美しいキャンパスを設定したのか、その理由をお聞きしたいです。ありがとうございます。最後の考察にもちょっとあるんですけど、その友人っていうところ、実際にキャンパスの条件っていうのは人がいるっていう場所なので、そこを対象としたかったんですけれども、かなりその対象物の条件をまず合わせるっていうところに焦点を当てて検討を行った結果、それに合う尺度をその後設定したので、それに見合う尺度っていうところが、その人の賑やかだとか、その学びたいっていうところじゃなくて、その写真から判断できる、比較できるような尺度に設定するっていうところを心がけて、美しいキャンパスっていう名前を選んだのかなと考えております。ありがとうございます。他にあることいらっしゃいますか。結論として、やはりそのよく SUC の PR で使われている画像が、上位に出てきたかなと思うんですけれども、事前に例えばアンケートでその SUC を見たことがあるとか、この写真を見たことがあるないみたいなところがすごく影響してくるのかなというふうに思っているんですけど、そこのなんか調査みたいなのって実際なされました。ありがとうございます。実際その対象を選ぶ場所だったり時間だったりのところで、主に場所ですね、その対象の選ぶ前の事前調査っていうところを行うか否かっていうところを判断を検討したんですけど、行ったとて多分出てくる、対象として可能な場所がそもそも3地点ぐらいだなっていうところと、あと出てくる場所もおそらく想定される中で、多少の順位の入れ替わりがあるかなっていうところは、主観的になんですけど判断話し合って、そこに時間をかけるんではなくて、そのアンケートを実際に早めに行おうっていうところに、シフトして、そこはちょっと検討できないというか、できてないなっていうところのポイントです。やりたかったっていうのが正直あります。ありがとうございます、はい、確かにメジャーな施設っていうのがなかなか限られてる中、多分難しいところでもあったなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。その他に質問、感想がある方いらっしゃいますか。大丈夫そうですか。では発表ありがとうございました。では最後、F班ですね、この方、発表をお願いします。はい、それでは F班の発表を始めさせていただきます。まずの口です。まず導入のところを説明させていただきます。導入のところで、我々が今回のテーマであった構成、尺度構成について説明させていただきます。尺度構成法というのは、人の主観的な感覚や感情を測定する手法で、具体的な例としては一体比較法があります。今回我々の実験目的とを説明します。西武が開発した接続確認アプリココアに対して、信頼度という習慣的な感情見え方を探ることを目的と設定しました。で、信頼度を尺度として構成しました。次お願いします。続きまして、最後に、一比較法についての説明をさせていただければと思うんですが、まず先ほど申し上げた通り、ただ人間の主観的印象を数量的に表現する手続きが、尺度構成であり、一比較法はそのための手法の一つであります。具体的な例を挙げますと、例えばケーキ屋さんがこうケーキの見栄えを提供する要素について調べたいなという時にも使える手法の一つで、そういう複雑な質問をそのまま顧客になっているのではなく、店中のケーキから2つを取り出して、どちらのケーキがより美味しそうに見えますかというすごいシンプルな質問、そしてそのどちらかを選んでいただいて、それをひたすら繰り返すといったような手法になります。この手法のメリットとしては、複雑な要素を持った対象の比較でも、回答者は本当にそのどちらかより好ましいか打点の判断をすればよいので、1回ごとの負担の、1回ごとの評価の負担が軽く、矛盾が大きい研究の中身になります。お願いします。続きまして、一比較法の一種であるサースト法についての詳細を説明させていただければと思います。
でまずどういう形式の諮問かというと、その提示された2つの資料のうち両者の差の程度は考慮せず、本当にそのどちらかよりよい形の判断をしてもらうという諮問になります。選択肢としては白 A の方が良いか白 B の方が良いという2択のみになります。この諮問の特徴としては回答者の負担が小さく汎用性が高いというのがメリットで、メリットとしては得られる情報量が他の諮問と比べ比較的に少なく、あるペアにおいて選択率が100対0のような結果が出てしまった場合は分析時にエラーが起きてしまうので、それを回避するためには多くの回答数を要するというのがメリットになります。お願いします。続きまして、制約条件によって SAT の一比較法というのはケース1からケース5までの区別があります。具体的な違いはこのようになっているんですけれども、今回我々が実際扱ったのはケース5で、分散が同じかつ相関係数イコール0という制約条件になります。お願いします。はい、次に調査概要についてお話しします。我々の班では尺度を信頼度ということで設定して対象をキャッチコピーにしました。実際にその何のキャッチコピーかというと、新型コロナウイルスの接触確認スマホアプリであるココアのキャッチコピーということで対象にしました。で目的としましてはココアの広告宣伝において最適なキャッチコピーの特徴を探るというところで設定しました。でこの信頼度を探るために質問としては、インストールを検討するにあたってより信頼できると感じるキャッチコピー、これを選択してくださいというものにしました。でテーマの設定の理由としましては、コロナ禍においてココアというものの普及が重要であるということ、あと、他の国と比べて、コロナ用のアプリというのは普及度というのは日本が低いというのがあります。またその軽く調べたところ、アプリのインストール数というのとこのキャッチコピーというの関係性は前例が少なかったので、必要性というのは一定数あるものの参考にする前例がないというところで申し込みがあるなということで設定しました。で調査の意義としましては、ココアの普及のためにより効果的なキャッチコピーの喚起をすることと、ココアに限らず他のアプリでも利活用することができるというところで、ココアの普及に貢献することができるというのと、その他アプリ全体的にプロモーションに貢献できるというところで、意義があるかなというふうに考えております。で実際の我々の班では対象を2つに分けてキャッチコピーの要素を6個に分けて12パターンで調査をしました。実際にその2つの対象というのが自身だったり身近な人という自分に対するものと、その他社会構成員というその他に対するもので、キャッチコピーの要素としては抽象的な内容を含む、具体的な内容を含む、数値を含む、疑問形で終わる、体現止めで終わる、マイナスイメージの想定をしているというところで6個です。で例えば B の2といった場合には、社会構成員を対象として数値を含むという形で、パターンを作りました。はい、次に調査の詳細についてです。ツールとしては Google フォームを用いました。まず内容は6つの段階に分けてそれぞれ順序付けてアンケートを行いました。右の写真はアンケート内の一対比較の様子になっております。次のスライドお願いします。はい、公式キャッチコピーをまず2つのタイプに分けました。 A タイプは自分を守り、大切な人を守るために接触確認アプリをインストールしましょう。 B タイプは地域と社会を守るために接触確認アプリをインストールしましょうとしました。 A タイプは自分との関わりがより強いもの、B タイプは社会との関わりがより強いものという要素に分けまして、これら2つの要素に分類した理由としては、例えば他のそれぞれのアプリをこれら2つのタイプに分類した際にそれぞれのキャッチコピーに対してその最も良いキャッチコピーの中に含んだら良い要素を提案できるかな、などそういったより深い考察につなげていくためです。次のスライドお願いします。はい、A タイプのキャッチコピーはこのようになりました。全部で6つの要素に対してキャッチコピー内の黄色い文字で、の部分がその要素に対応する箇所となっております。 B タイプもこちら同じようになっております。はい、実験の工夫としまして、まず字数、文字、背景を統一することと、選択肢の左右を入れ替えてアンケートを取ること、1つのコピーに1つの要素のみを含むこととして、まず多要素の排除を試みました。またアンケート中盤に簡易な質問を設置することで真面目に回答していないデータを省くことを試みました。続いて、結果と考察です。こちらが中間集計結果でございまして、計14名の方から
回答いただきました。先生お願いします。こちらがプロットと順位表です。上位の方にどちらも抽象的とマイナスイメージの想定が上位に入りまして、タイプ A では最下位が体現止め、タイプ B では具体的という要素が最下位になりました。お願いします。こちらの結果を受けて、キャッチコピーにおける信頼度を高める工夫というものを4つ考案しました。1つ目がニーズと一致させるということです。消費者のニーズとキャッチコピーの要素が一致することで信頼度が得られるということで、今回の場合だと、顧客のニーズが不安の解消ということで、キャッチコピーが蔓延の防止というものが、そこの お客様のニーズにあったということで、信頼度が上がったのではないかと考察しました。2つ目が呼びかけの文体を使用するです。歯切れの悪い体言止めや、ニュアンスの強い疑問文などが、下位の方に入っていたことから、しましょうという呼びかける文体の方が信頼度が高まるのではないかと考察しました。お願いします。共感を獲得できる文体を使用する。人によって守りたいとが異なるということで、抽象的が上位に来たので、大切な人という言葉がその全てを網羅しているような、なるべく共感を獲得できるような文体を使用することを心がけます。4つ目は根拠のない数値を使用しない。 100% 守るというような極端で根拠を伴わないような数値は多くの人に不安に思い、うさんくさいというような信頼度が低下するような言葉を避けようと思いました。お願いします。これ今後の課題は画像が見にくいということがあったので、画像が小さく文字が見にくいので今後レイアウトの見直しを行います。2つ目はヒアリングの未実施です。回答者のヒアリングを行い、実験の質を上げることでアンケートに意見や感想の記入欄を追加することで実験の質を上げたいと思います。3つ目が結果検証の未実施です。今後さらなるデータ検証を行い、考察の説得力を乗せることで妥当性と信頼性に関する検証の実行を行っていきたいと思います。最後にまとめになります。まとめは以下のようになります。こちらが私たちが考察から新しくココアというアプリの公式キャッチコピーの改善を考えまして、上記が元の公式キャッチコピーの案なんですけれども、下が改善案で、自分を守り、大切な人を守り、地域や社会での蔓延を防ぐために接触確認アプリをインストールしましょうという改善を提案いたしました。この改善案を一応友人に10人中7人の方がですね、この下の改善案の方が信頼できるという回答を得ることができました。お願いします。以下が参考文献になります。ご清聴ありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。質問がある方に挙手お願いします。調査のところで、メル6の全84通りについて比較があったんですけど、で、A と B でそれぞれ例えば30ずつ流れてると思うんですけど、あとの24の質問っていうのは何を聞かれたんですか？すみません、これに関してはこちらの完全にミスで、もともと本当はもう一つ質問があって、もう一つ要素があったんですけど、それがそもそも質問を後で見直したときに、なんか複数の要素を含んでしまっているっていうのを、我々の班でもう一度再検討したときにそういう考えになったので、ちょっと今回その、表を作成したり、接着線上に並べたりっていうときには解除させていただきました。はい、ありがとうございます。その他に質問がちょっとある方、挙手お願いします。インストールを検討するときに、そのキャッチコピー以外にも、なんかどういうなんかインスタのストーリーで出てくるとか、フェイスブックに出てくるとか、出てくる場所によってインストールしようっていう気持ちが変わると思うんですけど、そこら辺の検討とかってされますか？そうですね、質問ありがとうございます。もう我々もその、
まあ、そのキャッチコピーがどこの場面で見えるかとか、まあ、そのキャッチコピーっていうものがそもそもアプリのインストールにそんなに関係するのかっていう、この普及っていうものを目的としたときに、まあ、キャッチコピーっていうものの親和性っていうのが、まあ、いまいちどうなのかっていう、そこの検討を、まあ、したかったというか、まあ、すべきであったんですけど、いろいろ調べていてもあまりその文献がやはり出てこなかったので、まあ、場所だったり、まあ、そういったその親和性だったりというところは今回は、まあ、今回はキャッチコピーっていうものの効果ということで検証したという形になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他に質問ある方いらっしゃいますか。じゃあ大丈夫ですね。はい、それでは拍手お願いします。では、全6班の発表が終わりましたので、ここから先生の順位発表と校長の方をいただければと思います。じゃあ先生お願いします。それは繋がれますか？はい、お疲れ様でした。思ってたより力が入ってましたね。なかなか楽しい発表になったと。まあ、個別のチームの、コメントは後にして、どうだろう。全体的に経験してみた感じ、いかがでしたか。もちろん、この課題を与えられるのは、一位確保という言葉も多分、聞いたことがない人が多かったと、まあ、似たような判断をした経験はあったかもしれないけども、それを組み合わせていって全体としてシャープどう構成するっていうのは初めての経験だったと思うんですけれども、多分その自分たちなりの理解には結びついたと、テーマを設定してシャープを構成してみたらこうなった、ほとんどのチームがやってくれたように、どうしてこれはこの実験刺激はポイントが高くてこれは低いんだろうかっていうのを考えてくですね。で、その刺激のいろいろな属性との絡みを考えてきたら、多分それで終わらなくて、そこからこうなんじゃないかっていうふうな仮説が出てきた。質疑応答の中でも、そういうふうな指摘が出てきたっていうところがありましたね。そうすると、今度またその仮説を反映したような刺激を作れば、またその自分たちの考え方が正しいかどうか確かめられていくし、その現象に対する理解が精緻化をということになるので、それをこうサイクルで繰り返していくことによって、例えば文字の美しさはどういうことなんだろうか、コピーの信頼性はどういうことなんだろうかということについて、自分でも、まあ、要するにプロフェッショナルになって理解が深まっていく。でそれって、まあ、研究のサイクルが流れ始めていくということになりますね。で、そうすると何ていうかね、ただまあ手法ではあったんだけれども、手法から発想するっていうことも、まあ、無駄ではないわけだとか、いろいろなこう研究手法というのを自分たちのスキルのレパートリーの中に加えておくっていうことも結構重要なので、良い経験をしてくれたなというふうに思います。自分たちが作り出したデータによって何かものが分かったっていうふうな、この経験をやっぱり大事にしていってほしいかなというふうに思います。ごごと的なこととしてはですね、あまりないんですけれども、期待以上に頑張ってくれたんですが、各チームともシャープを作った
で、まあ、青木先生のプログラムを使ったチームがほとんどだったと思うんですけれども、まあ、それは何を使ってもいいし、手計算とかエクセルでもできるような、まあ、簡単な処理ではあります。出てきた尺度に対する、なんていうか、粘着度が薄い、淡泊。パッと出して、じゃあどれがどういい、それぞれの法則に行ってしまうんだけれども、私たちはこれ数量化したわけですね。通知ができない美しさとか、信頼度とか、飲みたくなる気持ちっていうのは数量化してあって、そこに数値が振られていって、感覚もあったり、差があったり、ほとんど同順位であるっていう。それ自体をね、もっともっと、粘着して味わってほしいというふうなところがありました。せっかく作り出した数値があるのか。で、例えば、キャンバスの美しさがやったときは、昼の写真が好まれる。というふうに言ったら、まあ、一目瞭然なんだけれども、数値なんだから、実は昼の写真だけの平均値を取るとか、夜の写真だけの平均値を取っていいようなデータになって、せっかく作り出したのでもそういうふうな活用をしていってほしかったな、というふうに、尺度そのものを出てきた尺度を印刷して、家中5箇所以上に貼って、毎日見るぐらいのアメージが欲しい、というふうに思います。あとは少しいろんな実験の工夫もしてくれました。逆に言うと、まあ、その実験って SC であんまりしないことが多いので、それも初めてだ、いろんな余計な方から混入しないように工夫をするということを随分やってくれたと思います。その中で少しだけちょっと頼りないと思ったのはランダムっていうことかな。ランダムって言ったらシャッフルとは違う、自分の意見に入らなければそれはランダムから発生されているのではなくて、非常にいろいろな要素を組み合わせてランダムになるように考えるからというところ、ちょっと発表の表現からは少しまだ甘いかなというふうな気がしました。それから、まあ、言い方の問題ですけども、ちょっと私の説明は悪かったけれども、サーストンについてはこうというと間違いではないんだけれども、まあ、より正確には一対比較法によって獲得したデータをサーストンの方法、括弧ケースファイルで処理をした。一対比較法というのはいろいろそういう実験をデータを取る自体と処理をするところがサーストンの、処理の方法、過程であったというふうなことですね。それから、まあ、先学期から言ってますけど、発表した数値の有効数字はちゃんと考えてくれてましたか、少なかったり多かったりしなかったですかっていうふうなところを、まあ、まあ、順位を発表するためにの簡単にこうそれぞれのチームのコメントをしておくと、こう最初の B チームですね、オンラインに話しやすい、まあ、中間発表の時にもちょっと言いましたけれども、まあ、意欲的に多くの要素を取り組んでいて、ね、普通に言いこなそうとすれば背景だけ比較をすれば非常に簡単だったんですけれども、まあ、それだったら、まあ、多分のリアリティがないということで、人物をじゃあ男の子一人いればいいかというと男の子 の背景になってしまうので、一般的な結論を得るために女の子もいる、女の子を女の子が次のっていうふうなところでこう研究がやっていって、非常にまあ処理量と実験が大変な中、処理量が多い中をまあしっかりとやってくれたというところがあります。そうですね、ガス速のない手法の説明、それから、まあ、試験材の説明もできる、というところでありました。でも今後の実験の計画など出してくれたのは大変心強いかなというふうに思いました。B チームは、手慣れて、なんとなくも手慣れすぎるぐらい手慣れていたという感じで、非常に効率的に仕事を進めてくれたかなというふうに思います。まあ、刺激自体逆に言うと、さっきの米チームとは違って、扱いやすい刺激であるということをやって、実験も非常に早く終わっていたというところがあります。でしかしながら、まあ、ここは本当にうまくやりましたね。尺度を構成して、それでその美しい山水の感じとは何かっていうふうなことの曲線が多い、物理量との対応を付けをやっていく。左右対称かどうかとか、曲線っていうふうなところを考察しただけじゃなくて、非常にうまいことで他の研究と結びつけて、その研究の意識でもできているというところが多
まあ、こういうふうな、要するに漢字のある物理量出てきた心理尺度の対応をやるっていうのは、まあ、割と最近の広告の研究でも流行りでね、購買効果を高めた広告っていうふうなもののいろんな物理量を取って、それと何か尺度が対応しているかっていうんですか、音楽なんかも最近こう音楽の要素、風景変換できるか、なんかですけど、ナレーターがどういう何ですか、男性であったか女性であったかっていうふうなことをやるような研究も大変です。でそんなふうなこう地域を皆さんがやった研究はその例えば広告に変える、まあ、ラベルっていうのはかなりそれに近いものでありますけれども、実践の一歩手前まで来ているかなというふうな気がしました。で、やっぱり B チームの話に戻るとその画数はどうなのっていうふうなことで、仮説を生んで次の確かめ実験につながるというふうな質量となって出てきたこともあるというふうなサイクルが、まあ、もうありそうだと、日本酒とか食べ頃じゃなくて塗り頃じゃなくてこれよりだそうだそうだ、なんかもそうだけれども ある程度要素が固まってきたら実は自分たちで実験的に刺激を作り出して一番美しい感じを作るっていうふうなところまでも持っていけるというふうなところでどん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 研究が進んでいきそうな予感がしているというところがありました。よかった。 E チームはそうですね、ここのところもしっかりとこう回してくれていたということです。特にまあ左右差の問題ですね。それはやっぱり行き当たってしまって、そうこんなに出るんだっていうふうなところを指摘して、実感してくれたところが多い。いろいろな苦労の話もしていたのが良かったかなというふうに思います。で、日本酒のところですから、まあ、リアルなラベルを作ったっていうところで、まあ最初の中間発表の時に言ってたのは、ここは探索的な研究と位置づければいい。そこにはどんな要素が入っているかわからない、6つとか8つの中にたくさんの要素がごちゃっと入っているっていうこと。そんな中からだんだんと飲み方さをこう何ていうか引き起こすような要素を分析して、その要素の中をどういうふうにデザインしていけば高いものができていくっていうふうなことになりますね。それも今回の探索的な段階からだんだんと拡張的な段階に追い込んでいけるというような予感を考えさせてくれるような研究になっていたと思います。A チームが一番まあ何ていうか基本線になる、まあ、ここのところを要素を網羅をしてくれて、揃えた。いろんなところに配慮が行き届いていたというふうなところで良かったかなというふうなところですね。ここも質疑応答を聞いていて、いろんなこう質問を読んで次の研究につながるというふうなところ、どうしてこれが上位に来ているのか、上位に来ていないのかというふうなところ、もう避けをしてきたところだけども、要するにこう自分たちのこう分かった知見を生かした新しいラベルを作るということが話が発展したのは面白い流れかなというふうに思います。シーハの美しいキャンパスはそうですね、これはある意味とても、まあ、丁寧に作り込んだ研究になっていたと思います。まず刺激を出来上がるものではなくて自分たちで作る、刺激を作るところから無限な欲効果が入り込まないように工夫をして苦労をして作っている。でただ撮った写真ではなくてさらにコンピューターで加工するっていうふうなそこをやって、でその実験時代の説明でそれを含めた、工夫が非常に根節丁寧にできていたということですね。これはなかなかできないことで関心をしました。まあ Google のシャッフル機能を使ったというところまで、それはやっぱり完全なランダムではありません。それは F チームここはで、これはやっぱりテーマが面白いのと実験刺激の作り方が非常に面白いということ、それから、まあ、信頼度を高めるためにはどういうふうにするかっていうふうなです、ね、ことが具体的な提案と結びつくというコンパクトな、
この機関のこのご研究ではあるんだけれども、かなり実践的な結果になっているんではないかなというようなところ。まあ、ニーズと一致することが大事っていうところまで言うのは、いいのか言い過ぎなのかなというギリギリなところであるんだけれども、多分まあそれは当たっている正解だと思います。そこまで言えてきたっていうのは面白い。ね、まあ一対比較という手法だけを与えて、それでなんていうかテーマを自由に選んでもらったらこんなにこういろいろなものが出てきて、予想もしなかったようなそのなんか研究の流れになってきたというのは大変豊かな研究ができてきたかというふうに思います。まあ、格好悪いんで、アウォードの内容についてはビデオの前では言えないんですけれども、順位だけ発表していきますね。この前半、後半のお題はこれから言いますけれども、今日の発表までの段階では、アウォード獲得の第1位はビーチです。いや、この段階で取るのがいいかどうかわからない。取ってしまうと、次には1位にしにくいという、バランスが働くかもしれませんので、そんなの、まあ、これは捨てて次の方を取った方が絶対いいのが気がするんですが、B チームが1位で2位は同率で、美しいキャンパスとここは C と F チームだったというふうに思います。まあ、2位のチームでは賞品はなしなんですけれども、それはまた次の評価になんとなく頑張ったのに主義なしだったねというところがよく対応するかもしれません。はい、今のです、ね、コメントに関して何かコメント、さらにコメント、質問ありますか。はい、では、ここからが感じです。まあ、ここでもいろんなチームが次の課題とかっていうのを出してくれて、次の実験が起こりそうな雰囲気でしたけれども、最後する作業はこれがいっぱいあります。コンテストの後半です、実験による心理作用構成、これは大きな流れとして変わらないんですけれども、今の追加につなげてやってほしいことをいっぱい挙げてあります。その中のいくつかをやってください。それ全部いったらすごいです。はい、タイトルは立位比較データの再分析と順位法というふうに。で、一つは1のところはですね、実験1、今回のデータを再分析してほしいということで、もう尺度は肯定したい。いや、ちょっと違う過程で違う分析を起こしてそれはケース4に行くということじゃなくて、違う方向です。中間の結果で出てきた選択率というのが、要するに、まあ、美しさとか好ましさというのは似ているのは判断が割れるという、ドルゴフになるということは多分美しさが近いということですね。で、100対0にはならなかったけども、すごく下がっていて、ほとんどの人がこっちを選ぶということは美しさが離れているというふうに言われた。つまり、難所の場合であったかというふうな、その選択率というのは刺激感の距離というふうに見ることができますね。で、その距離データを計算して、一つは多次元尺度構成法に変えます。多次元尺度構成法をマルチダイメンシナルスケーリングなので言いにくいから MDS というふうに言うんですけれども、これは何かというと、大雑把に言うと距離のデータから地図を書く。で、今一次元尺度だって地図です。直線上の地図を描いてそれで終わりでないかっていうんですけれども、それは一次元尺度構成、それを多次元に展開してほしい。つまり出てきたやつは、まあ、全員ので出した尺度なので、みんながそこそこ納得ができるんですけれども、俺の考えとは違うなっていうところはありました。それはひょっとしたらみんなが考えたりかもしれない。つまり美しさとか好ましさとかそういう心理が一種類のものであるという条件で今までは尺度構成をしたけれども、いや、2つ、3つ、美しさ A と美しさ B と美しさ C があるかもしれない。
という仮定のもとに多次元展開をするというふうな方法がありますので、実験はもうしなくて、データを再分析をするだけで、多次元尺度構成法って決まった一つの手続きではなくて、長い発展の歴史があり、最近は使われることは少ない、物理学も使われることは少ないですよね、デバッグがある。厳密な割と視聴率の方法です。で、ここに2つ挙げてあるんですよ。1つは古典的な MDS、MDS の一番最初であるところの東賀さんの方法を試してください。青木先生のライブラリが非常に重宝しているみたいなので、今日の処理は正規化順位法を除けば、すべて青木先生の関数でいうことが足りるんじゃないかなというふうに思いますけれども、東賀さん。でこれに関しては、今言いましたね、距離をから地図を作るんだっていう、それはその地図は1次元とは限らない、まあ、その次元は因子分析のように自分たちで次元数を指定するっていうことになりますけれども、その距離の収まりが良いように、地図を展開する、まあそれぐらいの理解を作る。で、定量的な方法と非定量的な方法を、余裕があったら非定量的な方法もやってほしい。同じデータ。東賀村解を求める。で、東賀村を求めるときにざっくりと理解をして、数学的に言っても難しいので、ざっくりと理解なんですけども、ここに加算定数、アディティブコンスタントをどうするかっていうチョイスがプログラムの中で出てくるかもしれない。加算定数は自動的に一番一定の数をですね、その距離行列のデータに足すというふうに、それで一番なんていうのか次元数の少ない、空間に収まるようにっていうふうに調整をするんだけれども、それはそういうふうな調整をすべきか、あるいは加算定数はゼロにすべきかということはちょっと意識を持って考える。そして、何次元にすべきかということはストレスということで、空間の誤差が評価されるわけですけれども、一定の 0.2 以下なのストレスの以下に収まるような次元数で結果をして、1次元ではないプロットをしてみる。わかんないですけど、圧倒的にもう1次元で収まりがいい時はもうしょうがないけれども、やってみる。で、似たような結果は、とかこの方法は直接に距離を再現するんだけれども、MD スカルに代表されるような、これだともうプログラムとして存在する手法ですけれども、非定量的な MDS というのはですね、データにある距離の代償関係が再現した地図上の距離の代償関係と合っていれば、その順序関係を、再現するっていうふうな、そういうふうな方法。で一番シンプルなのは MDS、 古い方法なんですけれども、ができれば十分です。で MDS カールの初期不知、大体は段数であるんですけれども、それに対して東賀村解を使う KYSP、キストと言いますけれども、どちらを使っても構わないし、ひょっとするともうちょっと最近は優れた MDS あるかもしれませんので、自分たちがそれにチャレンジをしてくれてもいいと思います。多分今回はやっぱり含めない情報というのはシェファードのインドスタルという MD ですが、INTP というは個人差を考慮するような MD ですなんだけれども、さっきの好みに何通りかあって、個人個人がそのどれに重きを置いて判断をしているかというのは、結果もそんなにシャープではないのか、とても難しいのか、プログラムも手に入らないと思うので、これに今回チャレンジするのはやめておきます。そうではなくて、個人差を表現しようと。我々は、今日までは個人差は誤差だったわけですね。人々の判断の違いというのは、あたかも何人、一人の人が100人、100回実験をして、その時の判断のふらつきのように扱っていた場合です。
そうではなくて個人差を情報として用いるというふうな処理の仕方がある。それは想定した方法の西田先生の古い本ですけれども、一位角データの解析というのがありますので、それにやってみました。少し合うように今回の実験データを加工するというか、それはエクセルであっちだったりこっちだったり的な加工なんですけれども、する必要があるかもしれないけれども、これも多次元展開をするという、かつ上の MDS とは違って個人差も情報として用いるというふうなことになりますから、だいぶ面白いですね。地図の上にいろいろな実験シートをばらまいて、その上に個人とか、そうするとほら SSC に来た人と来た人ない人、来た人だけに丸をつけると、塊に特徴があるとか、ある人はこういう次元で美しさを判断するけど、別の人はこういう次元で美しさを判断するとかっていうふうな、回答者の、今までは刺激の属性で物理量的な対応関係だけで合格をしていたけれども、回答者の属性とも合わせて合格ができる。あ、同じ一対比較でもこんな分かり方やこんな分かり方もあるんだというふうなデータを、仮定を変えることによって表現もいろいろになる、出てくる得られる知識もいろいろになるというふうなところを書き込みましたと思うのが一番全部やると思います。余裕があるところで2番目、発表の中にも出てきますけれども、もうちょっと余裕があるのか、さらに実験を加えて同じ刺激を使うんだけれども、今度は順位法を使う、つまり、6枚なんか8枚の写真の中から一番美しいキャンパスと思われるのを第1、次が第2、全部を比べて1位から6位まで、1位から8位までつける、順位をつけるというのが順位法です。で、順位法もまずは完全順位、要するに刺激が8つあるんだったら1番から8位までつけるというのと、部分順位、3位まで選んでくださいなんていうふうなものがあるけど、今回は完全順位にしました。難しくても最後まで。それから同順位はなし。これは1位、2位、2位、で4位なんていうふうなところがある。実は西田先生のプログラムはどちらにも対応しているし、青木先生のプログラムも対応しているけれども、今回はちょっとしんどいですけれども、実験をやるということに力点を置いて、順位法でデータを取り直して、順位法で解析。で、順位法の国境のバージョンみたいなのを正規化順位法っていう、これは青木先生なかったような気がするけれども、探せばすぐ見つかるプログラムも含めて、尺度構成をしているというのは、それからこの順位データを同じように、これと同じような結果が出てくる、多次元展開をし、個人差が出てくるというようなものが、西田先生のデュアルスケール順位データの解析というのがあって、これは青木先生の中にプログラムがあるんですから、それをやっていて、で、やる意味というのは、実験の手軽さと取れる情報の違い、同じ刺激を用いて、同じように美しい感じ、同じように美しい感じっていうふうなことでやるわけですから、しかも比較の視点も入るので、見て、似たようなデータが出てくるのか、いや違った結果が得られるのかっていうの、それから実際に自分たちの実験やってみてどれほど判断が安定するのか、多分1位からの判断が一番楽なんだけれども、8つの刺激を全部1位から8位までつけるというのはかなり高度な情報処理をするということになったときに、データの信頼性安定性は多分少し落ちるはずですけども、それがどの程度になるのかというのを味わって、これも経験です。で、今回の最後は含めてほしいことはですね、それを用いて、今回の一次元尺度構成かそのケースファイルも含めて、今後の処理、今後のデータも含めて比較で心理量、心理尺度を構成、比較の視点から順位をつけるのも追加の比較ですね、絶対判断ではない。
で、それについての総合的な考察というのをいろいろな経験をまとめて、あれだ、これだ、チームの中で感想も含めて話し合ってほしいというのが、後半の課題です。楽かと思ったら、あれもやらせて、これもやらせて、スライド作ってる段階で作業量が2倍ぐらい膨らんでやる気がしますけど、まあ、明るく頑張りましょう。で、これもスライド、もう1回に私あるんで、アップしてくれると思いますけれども、論点となりそうなのは、私たちは心理尺度を今日、尺度にもうちょっと粘着してほしいというふうに言いますけど、尺度を作ったものってそれは何なんだろうということ、作業を通じてもう一回こう繰り返してほしい、後半の作業を通じて。で、まあ、順位法はやってくれるチームに関しては両方のデータを取るんだけども、それで、私たちが測定した内容は何なんだろう。速度の安定性とか条件のコントロールがどういうのか。で、それぞれ多分、使用が適する場面とか課題とかっていうふうなあると思うんで、そういったことも、まあ、ひょっとしたら論点になるかもしれません。では一番、まあ、後半で経験してほしいのは個人差ですね。今まで個人差は誤差である、それを情報として用いるということを味わってほしいというふうに。で、一次元尺度を構成することの意味、意義、あるいはそれを多次元に展開することの意味、でこれはまあもちろんどちらが優れているとなって目的に応じて使い分けるというようなことになりますけれども、両方経験しそれがどうなっているか理解した上でこう話をするんだけど、いいですか、山本君、できますか。はい、というふうなのが後半の課題です。時間のない中で大変ですけど頑張れると思います。質問、コメントありますか。ここで得られる金賞は、豪華なご紹介、いや今日のご紹介は若干マシなご紹介になるということは約束しますので、それをよろしく頑張っていただきたい。いいですね。はい、その中では以上にしたいと思います。はい、深く頑張ります。説明の方ありがとうございました。想像してたのとどうでしたか、皆さん。なんかちょっと3週間しかないので想像してたよりやばいなって僕は個人的に感じたんですけど、まあ3週間の中でその最大限チームで協力し合って、まあ、形あるものを作っていけたらなと思います。で最前列で全長が頭を抱えてまあ僕は頭を抱えたいんですけど頑張っていきましょうということで、本日のスケジュールとしてはここで以上になります。でまだ研究会の時間としては45分ほど残っておりますので、まあ、第1回のコンテストを終えてチームで一喜一憂したり、あとは後半のコンテストに向けて、もう今から対策進めてもいいですし、一旦今日は解散でも別にいいんですけど、まあ、そこはグループにお任せしますということで、本日はお疲れ様でした。じゃあグループで集まったりしてもいいので解散でお願いします。お疲れ様でした。